はい、おはようございます。おはようございます。朝の丸ラジでございます。本日10月9日6時36分となりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。年末まであと、83日という感じですね。というわけで丸ラジの方始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけで、とりあえずね、もう10月に入ってもう9日経ちましたね。順調に寒くなってまいりました。今日実は有名な方でね、誕生日の方結構いらっしゃいまして、10月9日誕生日の方ちょっとご紹介させていただきたいと思います。まず、デニス一世さんですね。デニス一世さん、本日誕生日でございます。この方、第6代ポルトガル王の方ですね。今日誕生日ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、それから、アルバート・スワードさん。植物学者、地質学者の方ですね。この方もね、今日誕生日ということでね、めでたいですね。めでたい。ね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。というわけでね、アルバート・スワードさんも今日誕生日ということで、おめでとうございます。ね。おめでとうございます。それからなんと、歌手の水前寺清子さんも誕生日ということでね。今日。うん。すごいね。水前寺清子さん有名人ですね。おめでとうございます。それから、今日は誕生日の方まだいらっしゃいます。ドン・コニシさん、ファッションデザイナーの。ドン・コニシさんも今日誕生日なんですね。水前寺清子さんと一緒なんですね。おめでとうございます。さあ、それからまだまだいますよ。今日有名な方ね、プロレスラーの秋山純さんですね。おっちゃんね、秋山純選手はね、仙台駅で見たことがあります。でかかった。めちゃくちゃでかかったその秋山純さん、今日は誕生日ということでおめでとうございます。さあ、それから、まだまだいますよ。お笑いタレントのサンシャイン池崎さんですね。サンシャイン池崎さんも誕生日ということで、おめでとうございます。ね。ただこれあんまりね、もう誕生日の方多すぎて言うとキリがないんで、次ちょっと最後にしたいと思います。星野愛香さん。AV 女優の方ですね。誕生日ということで、おめでとうございます。さあ、というわけで、今日の誕生日。ね。他にもたくさんいらっしゃると思うんでね、誕生日の方ね。皆様本当におめでとうございます。さあ、続きまして、次の誕生日の方なんですけどもね、福岡県豊前市のイメージキャラクター、久保天、もうイントネーションが分かんないけどね、の誕生日らしいですね。すごいですね、イメージキャラクターの久保天さんの誕生日です。それから、ゲーム、動物の森に登場するドクっていうキャラクターの誕生日でもあるんですよね。うん。そして、なんとあの、セサミストリートに登場するキャラクター、カウント伯爵の誕生日でもあるんですね。すごいですね。それから次、すごいですよ。バンダイのおもちゃのキャラクター、うなずきん。うなずきんの誕生日。すごいね。あのうなずきん。あのうなずきんの誕生日ね。皆さんおめでとうございます。ね。ということで。まあ誕生日でございました。まあね、今日生まれる方がいるならば、当然、まあ残念ながら今日亡くなられた方もいらっしゃるということで。ちょっとお悔やみのね、時間も設けさせていただきます。
ロバート・グロステストさんですね。神学者。神学。神のが学ぶもの。神を学ぶもの。神学者のロバート・グロステストさん。1253年の今日に亡くなっています。ご冥福をお祈りします。それから、カルル・フリードリヒ・シンケルさん。これ建築家の方ですね。これ1841年に、の今日にお亡くなりになったということで、ご冥福をお祈りいたします。それから、ピウス12世、第259代ローマ王、教王ですね。さんも1958年にお亡くなりになったということで、こちらもご冥福をお祈りいたします。まあそんな感じでね、生まれる命もあれば、消える命もあるということで、うん。毎日、それの繰り返しですね。というわけで、ここで一曲。まあ、朝にぴったりな、曲。ちょっとね、一曲、流したいと思います。みんなの歌から、おっぱいがいっぱい。おっぱいがいっぱい。ない。ダメ。著作権の絡みでダメ。大人の事情で流せません。すいません。一曲用意してたんですけどね。ちょっとみんなの歌のおっぱいがいっぱいはちょっと今流しちゃいけないということで、うん、残念でした。今日の一曲はお休みいたします。さあ、というわけで気を取り直していきましょうか。ではでは、今日の出来事、今日ね、結構いろいろ起きてるんですよね。今日という日、10月9日ね。いろいろなことが結構起きてて。なんと、1799年、ナポレオンがエジプト遠征からパリに帰還した日であるんです、あるんですよね、今日ね。エジプト遠征してパリに戻ってきた日。ですね。帰ってきた日ね。お帰りなさい。ね。それから、1885年、日本がメートル条約に加入。ね。それまで、何尺とか、何寸とかでやってたけど、日本はね。けど、もう、メートルで行こうよ。何メートルとか、何立方センチメートルとか使っちゃおうよ。っていう、感じになった。ね。そういう条約に加入したのが、1885年の10月9日ということで、すごい日ですね、今日ね。他にもね、1952年、ね。この日は、この1952年の10月9日に、黒澤明監督の映画、生きるが封切りされたと。ね。すごいですね。まあ、おっちゃん見たことないからわかんないけど。でも、もっとすごいのありますよ。1981年の10月9日、あの伝説のテレビドラマ、北の国からの第1回放送日です。これはすごい。これはすごいガチでね。第1回放送日ですからね、今日ね。うん。さあ、さらに行きましょうね。10月9日。1986年の10月9日。この日はね、なんと、両国国技館で、先日お亡くなりになったアントニオ猪木さんがね、異種格闘技戦を行ったんですよね。で、相手は、モントリオールオリンピックのボクシングの金メダリストで、元 WBA、WBC の、統一世界ヘビー級王者、レオン・スピンクスと戦ったんですよ。で、なんとアントニオ猪木選手がフォール勝ちしたっていう試合だったんですけど、まあ、この試合はまあね、そんなに有名ではないんですけど、なんと、この時の特別レフェリーがガッツ石松だったって。
がっつい始末が特別レフェリーだったっていうね。いや、これすごい日ですね。そう。まあ、確かに猪木さんの異種格闘技戦すごいけど、ね、1986年の10月9日、9日今日に、ガッツ石松さんが特別レフェリーをやったという日ですね。いい日ですね、今日はね。うん。で、次はちょっとラストにしましょうか。2199年、未来ですね。なんとあの宇宙戦艦ヤマトがイスカンダルへ向けて地球を出発した日ですね。それが2199年の10月9日ということで。ね。はい、ちょっと、はい、はい、はい、ちょっとポポさん、うちの猫のポポさんがちょっと朝から甘いたい感じになってるよ。というわけでね、10月9日に、宇宙戦艦ヤマトがイスカンダルへ旅立つということで。うん。いい日ですね。すごいね。いろいろありますね。さあ、というわけで、続きまして、次のコーナー行ってみたいと思います。今日は何の日か。なんと、お茶の地元、仙台牛の日です。これはね、まあ、一応ね、全国的には無名ですけど、一応最高ランクに格付けされた牛肉の、仙台牛。その美味しさをより多くの人に味わってもらうために、まあ、日付の10と9を合わせて、1009で、1009。そして、仙台牛の略っていうのは、仙牛って略すんですけど、仙台牛って。仙牛って略すんですけど、まあ、それとちょっと、まあ、かけたみたいな感じで。うん。で、10月9日、仙台牛の日ということでね。もし機会があれば、ね。確かに有名なお肉、各地にありますけど、仙台牛も一応最高ランクなんで。ね。まあ、おっちゃん食べたことないですけど。はい。他にもね、なんと、今日、アメリカンドッグの日なんですよ。アメリカンドッグの日。すごいですね。アメリカンドッグって言えばアメリカのね、食べ物なのに、これを制定したのが、富山県富山市のアメリカンドッグを手掛けるプルタフーズ株式会社さんがアメリカンドッグの日を作ったと。アメリカ関係ねえじゃんっていうね。まあ、なんだろう。日付の10と9でドッグって読む語呂合わせから、まあ、10月9日あたりでいいんじゃねっていう感じでアメリカンドッグの日をプルタフーズさんね、作ったんでしょうね。ただ、アメリカンドッグ、アメリカンのやつだからね。まあ、ちょっとなんかもやっとするけども、一応今日アメリカンドッグの日ですということだけ、ちょっと覚えていただければ嬉しいかな、という感じです。さあ、続きまして。今日はなんと、金券の日。金券。チケットとかですね。金券の日なんですね。あ、ちょっとうちの猫さんね、もうごめんなさいね。うちの猫さん、朝になると、朝はね、もう甘えたい時間だからね。猫さん、ちょっと猫さんめでるタイムです。猫さんをめでるタイムでございます。はい、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 ごめんね、ごめんね。今ちょっと配信してたんだよ。配信してた。ごめんね。ごめんね、ちょっと置いてて。はい、金券の日ということで、日本チケット商協同、チケット商協同組合が制定したということでね、業界の健全な発展と、その認知度の向上、そして多くの人に安心して利用してもらうのが目的と。日付はチケットショップから取り扱う消費券やプリペイドカードなど、生活に役立つお得な金券であることから、得、お得の得ですね。10と9で、等と9で得という語呂合わせから、今日は、金券の日だと。金券の日にしようぜって大人たちが
会議で決めた日です。ね。金券の日ですね。金券欲しいね。さあ、続きまして。今日はなんとね、熟睡の日でもあります。これはね、まあ、誰が決めたのっていう話なんですけど。まあ、熟睡って、まあ、寝ることですね。うん。まあ、質のいい睡眠でしょうね。熟睡っていうと。埼玉県のね、所沢市の、一般社団法人睡眠栄養指導士協会。こんなとこあるんですね。うん。が制定したということで。睡眠の時間や質が悪い寝不足な人々に、熟睡することの大切さを知り、熟睡のための知識を学び、熟睡体験をしてもらうのが目的だと。ね。おっちゃんは睡眠障害があるので、お薬を飲まないと寝れないんですけど、お薬を飲んでも、まあ、ほぼほぼ3、4時間寝れればいい方法。っていう感じなんですけど、めっちゃ眠りが浅くて。そういう人はどうしたらいいんでしょうかね。うん、まあ、いいか。まあ、日付のね、10と9で、熟すの熟ね。熟女の熟ね。という語呂合わせから、10月9日がいいんじゃないか、ということで。今日決まったそうですね。10月9日にね。今日は熟睡の日なんで、皆さんお昼寝とかね、熟睡体験をしていただければなと思います。ねえ。なるほどね。いろいろありますね。さて、おそらく今日一番メインの、まあ、なんて言うんでしょう。10月9日という日を象徴するような日だと思うんですけども、今日はなんと土偶の日です。土偶の日です。あの土偶。楽しみながら考古学に親しむをコンセプトに活動する土偶の日運営委員会。これ今、ね、名前変わって、縄文ドキドキ会。縄文ドキドキ会って。っていうところに変わったんですけど、が制定したと。もう土偶に限らず広く縄文時代の文化について、ね。多くの人にその魅力を知ってもらうのが目的と。日付は10と9。ドが10ですね。で、グーが9。と読む語呂合わせから、今日は土偶の日となっております。ね。土偶。すごいですね。まさに10月9日は土偶の日ということだけ覚えていただければ、今までさっき言った日は全部忘れていただいても結構です。今日は土偶の日だよっていうことでね。もしよろしければね、皆様ちょっと土偶でもちょっと作ってみるのもいいのかなと思ったりしてますね、今ね。思ったりするまでですけどね。そっから先は何もないです。作りません。さあ、というわけで、日曜日、ね、日曜の朝、でございます。まあ最後にね、もう最後となりますが、まあ今日の天気について、お知らせしておきます。今日の日本の天気のコーナーです。今日の天気は、まあどっかが良くてどっかが悪いでしょう。気温も日本全国いろいろです。というわけで、皆様、良い日曜日を。お過ごしいただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。朝の丸ラジでございました。というわけで、ちょっとね、猫様がね、もう構ってアピールがすごいんで、ちょっとおっちゃんはこれから猫をめでようと思います。皆様もね、日曜の朝を有意義に過ごしていただければ幸いでございます。そんな感じで、お付き合いありがとうございました。それではまたお疲れ様でした。ではでは。